ヴェルディ東京のメインスポンサー ISPS 半田の会長の半田晴久です。どうも今日はヴェルディの勝利おめでとうございます。今回スポンサーデーっていうのは毎回あるんですけど、一番強い名古屋のグランパルがですね、ずっと J1 でやってましたので、一番強いチームでやるときにメインスポンサーのスポンサーでやろうということで、本日を ISPS メインスポンサーのスポンサーでにしたわけです。今日は6月10日は時の記念日でしてね、去年の6月10日時の記念日から私は時計を買い始めて、こういう時計をつけてますが、時計をやっております株式会社ミスズ予備校怒涛の放課後ミスズ学園の校長先生と、時計の会社ミスズの社長もやっております。 ISPS には4600人ぐらいの支持者と670社ぐらいがサポートしております。それでなぜ今回はこのような、ミス日本とミス準ミス日本と、それから水の天使、それから、ミスユニバースの県の代表を呼んだかといいますと、サッカー選手というのはどうなのかなと考えましたら、やっぱりアモーレ、アモーレの長友アモーレ、アモーレという長友選手が、タイで会いました。あの妹も可愛く美人ですね。サッカー選手はみんなもう美人に弱い。サッカー選手は現金にも敏感だということなんで、毎回こうやってスポンサーがワンゴールやると5万円とか、MVP 10万円とかって言うんですけど、現金にも弱いですけど美女にも弱いということで、どうすればヴェルディの11人のイレブンをね応援するのがいいかなと考えましたら、やっぱりアモーレだなと思いましてね、長友だけがアモーレじゃない、全てのサッカー選手アモーレだと思ってですね、日本一の美女、今年度のミス日本と準ミス日本と、このミスの天使さんに呼びました。ミス日本さんはミス着物も兼ねてるんですね。大阪大学の文学部の生徒、準ミスはロシア大学の経済学を今年卒業してる。でミス水の天使は東京女子大学の、4年生です。皆は学生ですね。それからこちらにおりますミスユニバースの地方代表は、埼玉、千葉、東京、新潟、近くの方を呼んだんですけど、群馬とか一人だけの愛媛の方を呼びましてですね、彼女は女医さんなんです。エンジョイというのはこの仕事ですけど、女医さんというのはなかなかジョイフルです。この方は愛媛大学の医学部を出まして、勤務医です。外科のお医者さんなんです、女医さんね。それちょっとお休みして、ミスユニバースの愛媛代表なんで、こういう知性と教養と美貌とスタイルがいいのが来てですね、誰がグランプリになるか分かりませんけど、この中で来たきっとグランプリを僕は取ってほしいなということで、11人のサッカー選手に対して、11人のリオやミラクルベルマジックちゃんも、ミスのキャンディータイムのあれですね、SNS のフォロワーが4人ぐらいですよ。ディズニーのキャラクターが好きでね、荻窪ルミネかの、イメージガードになってます。まあそういうんで彼女を含めて11人の美女が11人のヴェルディの選手に対して球を投げる、投げかけるというので応援しよう、応援し励まし、そして刺激を与えようというのが私の考えでございまして、ところが前半の1点は考えますように、名古屋グランパルの皆さんは、わしらが美人が美女が誰も応援してない名古屋に行けばいるんでしょうけどね、あんな美人に応援されていいな、ヴェルディはクソっていう、その怒りの1点が入ったんじゃないかそのヴェルディ東京はいいよ、あんな美人にはありません、わしらもわざわざ名古屋じゃなくて草っていう、あの悔しさの一点ではない、
その時に、まあ、幻の一点が小柄な、33番は本当に小柄なんですけど点入れましたけど、なかなかこう物議を醸し出して大変私喜んでました。ああいう単打で運ばれるとかね、喧嘩するとかっていうのはもう阪神タイガースもしょっちゅうやってますので盛り上がります。名古屋グランパルのビジョンに応援されないと一度に取られて1点にいくぞーって怒りでですね、ある1点で後半見事に、2点入れてくれまして逆転勝利でした。見事な逆転勝利でございますけどね。まあ、スポンサーデーで時の記念日の時計屋さんと呼ぶことを ISPS の会長が来ている時に負けるとなんとなくこう気運が悪いかなという感じがするかもしれない。やっぱり逆転で勝ったんだということで、しかも一番強い去年まで J1 だった名古屋グランパルに勝ちましたので、ますますヴェルディの選手はアモールのビジョンに励まされて、観客のバス20台で来た人もおりまして、4000人ぐらいアイスペースが呼んでいましたけど、ヴェルディのファンとともに1万3000人弱ですか、たくさんの観客が応援しました。これでヴェルディの選手がますます勇気づけられて自信を持ってね、常に美女が見守ってくれてるんだというイメージでね、後半戦っていただきたいなと思います。じゃあ応援の皆さんありがとうございました。この美女のヴェルディから自分のグループ、それから日本選手、それからミスユニバース県代表の皆さんに改めて大きな拍手をお願いします。また、ヴェルディの試合に応援に来ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。